これは麦茶、苦い。比べたらやっぱり全然違いますね。全然違いますよ。美味しいコーヒーですね。氷はたっぷりね、うん、氷もできれば8割氷っていう、うん、質の硬い氷を使った方がいいですよね。こんにちは、 UCC コーヒーアカデミーの村田美穂です。早川久志です。このチャンネルでは日々寄せられるコーヒーにまつわる身近な疑問についてお答えしていきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の質問は、アイスコーヒーを入れる時の NG 行動が知りたいです。今のこの暑い時期にぴったりなアイスコーヒーの NG 行動ということで、視聴者の皆さんの中にも入れ方がわからないなという方も結構多いかなというふうに思うんですよね。そうですよね、はい、自分でアイスコーヒー入れてみるんですけど、ただ苦いだけみたいなアイスコーヒーになっちゃわないですか？当たってますということでね、今回は初心者の方がやってしまいがちなアイスコーヒーの NG 行動3選を紹介していきたいと思います。アイスコーヒーの正しい入れ方と NG 行動を分かりやすく解説していきますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。NG 行動その1、抽出した後すぐに氷を入れていないです。そもそもアイスコーヒーの入れ方ですが、大きく分けてキュレ式と水出し式というのがあるんですよね。そうですね、皆さんご存知かなと思うんですけれども、分からない方のために改めてご説明したいと思いますけれども、まずキュレ式というのは、こう少し濃いめのコーヒーを入れて、でそれを氷でキュッと冷やしていく、そうするとキリッとしてコーヒーの香りや味をしっかり感じられる、うん、アイスコーヒーが特徴なんですけれども、もう一つの水出し式ですが、その名の通りお湯ではなくて水を使って時間をかけて抽出するっていうね、はい、コーヒーを言います。ダッチコーヒーとかコールドブリューとかって呼ばれ方もします。以前の動画でもアイスコーヒーの入れ方について説明している動画もね、この辺に、ここに、はい、ありますので、はい、ぜひチェックをしてみてください。 NG 行動一つ目は、抽出後すぐに氷を入れないっていう、すぐにっていうのがポイントなんですか？うん、そうですね、普通にホットコーヒーとか入れるときって抽出して、うん、そのままカップに入れた完成だと思うんですけど、うん、キュレ式のアイスコーヒーの場合は抽出後すぐに氷を入れて冷やしたり、あるいはサーバーの中に氷を入れた状態で抽出をしないといけないんですよ。やっぱりすぐに冷やすのと、うん、そうでないのでは味が変わってくるってことですよね。そうなんですよね、すぐに冷やさないとコーヒーの色が濁ってしまったりとか、あとは若干渋いような感じもするし、はい、香り自体もこう、ね、揮発して減ってしまうかなと思いますので、ぜひですね、抽出後すぐに冷やすっていうのを覚えていただければなというふうに思います。 NG 行動その2、ホットコーヒー用のレシピで抽出してしまっているです。アイスコーヒーを急冷式で入れる際のポイントとして、抽出したコーヒーに氷を入れるので、その分味が薄くなると言いますか、それを考慮した抽出レシピにしないといけないんですよね。通常のホットコーヒー用のレシピにさらに氷を入れてしまうと、その分だけ薄くなってしまいますからね。ですので、アイスコーヒーを急冷式で入れるときは、こちらのパッケージ記載のレシピで抽出していただければなというふうに思います。続いて NG 行動その3、短時間で抽出してしまっているです。急冷式でアイスコーヒーを入れる時のポイントとして、すぐに冷やすということと、しっかりと蒸らしを行ってからゆっくりと抽出するということがポイントとなってくるんですよね。そしてホットコーヒーと比べて注ぐお湯の量も少ないので、お湯とコーヒーの粉が触れてる時間が短いので薄くなってしまったりするんですよね。ですので、注ぐ時のポイントとしては、ゆっくり丁寧に注ぐということを意識していただきたいなというふうに思います。では実際に NG 行動で入れるとどうなるのか、実践をしていきたいと思います。今回は NG 行動の1と2、あとは正しい入れ方、この3パターンで抽出をして味の違いを見ていきたいと思います。では早川さん、抽出をお願いします、はい、まずは NG 行動その1の抽出した後にすぐ氷を入れない、うん、これを実践していきたいと思いますので、まあ、今日はオールドスペシャルのアイスコーヒーを使うんですけれども、レシピが今日は 15g の粉を使って、加水が 150cc、はい、お湯の量が150、はい、それで入れていきたいと思います。それじゃあ湯煎をしますかね。リンスするんですか？リンス最近流行ってるんですけど、早川さんの中で流行り持ち込むのやめてもらっていいですか？やっぱ流行り大事じゃないですか、はい、これもうみんなやってます。あ、そうです。あ、そうです、はい、ケツ忘れちゃった。ケツ忘れちゃった、はい、お湯捨てに遠くまで戻ってきました。はい、わかりました、はい、15g ですね。 15g、 はい、やります。はい、はい、
ちゃんと教わった通りに。何に教わったんですか？ね、いろんな人から教わった通りにこうゆっくり。あ、ゆっくりとね、はい、次は40まで。あ、100で140まで注いで最後10。すごいバランスですね。落ちきったら抽出が終わるので、しばらくしてからちょっと氷入れてね、冷やす、うん、いい感じで落ちましたね。続いて NG 行動その2、ホットコーヒー用のレシピで抽出してしまっているというのを実践していきたいなと思います、うん、はい。まあ、抽出レシピはいつも通りの粉量 12g、 お湯の量が 160cc、 氷を先にこのサーバーに入れておいて急冷するっていうやり方ですね。氷はたっぷり。そうですね、でかいやつがいいですよね。そうですね、あ、いいですね。では 12g ですね、うん、はい、12g、はい、12g 160cc、 はい、いつも通りの、はい、では美味しいます。ね、今こうコーヒーが氷に直に当たって、うん、はい、こうすぐ冷える、これが急冷式ですよね。抽出されてる液体がすぐ冷える、すぐ冷える。合計160ですからね。合計160、はい、100の次が140で最後160。カランっていい音ですよね。アイスコーヒーの醍醐味というか、うん、夏の音みたいな。これだけで涼しくなりそう、うん、はい、いい感じです。完成、はい。これいっぱい氷が入ってるんで、うん、落ちきったら冷やして、すぐくるくるってして、よく冷えたらすすかでいいと思います、はい、じゃ完成です。それでは最後は正しい入れ方で抽出をしていきます、うん、抽出のレシピはパッケージ記載のレシピなんですけども、うん、まあ、今日は 15g を使って、はい、お湯の量が 150cc、 ね、ホットコーヒーより減らすんですけど、うん、1対10ぐらいで思ってもらったら分かりやすいかもしれないですね。氷はたっぷりね、うん、ね、そう、氷もできればカチ割り氷っていう、うん、質の硬い氷を使った方がいいですよね。できるだけ溶けにくいように、溶けにくい氷、粉を入れます。 15g、はい、150g のお湯を注いでいきます、はい、まず蒸らしを、まず蒸らしですね、はい、大体粉の倍量程度のお湯を使って蒸らしって感じでいいですかね。そうですね、 15g なんで 30g まで、はい、お湯が使えるってことですね、うん、でここもしっかり蒸らしの時間を取ってあげる方が、はい、取りたいですね、ですよね。注ぎ終わり20秒ぐらい、うん、ぐらいがいいですよね、うん、1投目で70注ぐわけですね。70 100g までゆっくり注いでいきます、はい、次のお湯の量が入る程度へこんだらぐらい、ね、そうですね、1回で注いじゃうとね、あっという間に終わっちゃいますけど、3回に分けるとじっくり時間も取れるし、ね、はい、成分も出ていく。最後10足す、しっかり冷えたら氷を取り除いて完成ってことですね、うん、はい、詰まらないようにするってことですね、はい、完成です。では抽出が完了しましたので、早速試飲をしていきたいと思います、はい、じゃあ最初に正しい入れ方、正しいやつ、はい、はい、飲んでいきたいと思います、はい、いただきます。いただきます、どうぞ、はい、美味しい、うん、すっきりしてますね。すごい香りがありますね、これね、うん、鼻から抜ける香りが、うん、こんなに美味しいコーヒーですね。いや、これ美味しいです、美味しいですよ、うんうん、次にじゃあホットコーヒー、はい、色が明らか薄い、そうですね、 12g の 160cc、はい、に氷入れて、入れて、お、お、これは麦茶暑い日にごくごく飲みたくなっちゃうかも、ね、これがありっていう人もいるかもしれないですね。私どっちかというとこういうの好きかも、まあ、明らか差がありますね、うん、まあ、最後急になんか飲むのがちょっとちょっと怖いですけど、これ怖い、色が若干まあ濁ってる感じもしなくもない。そうですね、あんま透明感がないんですよね。そうなんですよ、透明感ないですね、うん、じゃあいただきます。どうぞ。香りが全然違う。香りはないですね。さっきの正しく入れたものと全然香りが違いますよね、うん、結構味違いますよね、うん、嫌な感じで残りますね、うん、苦い、比べたらやっぱり全然違いますね。ますよ、正しい入れ方がやっぱ美味しいです、美味しいですよ ね、 ね、濃度感といい、香りといい、うん、やっぱりこれかな、一番美味しいの。初心者の方だと NG 行動とかってやっちゃいがちなのかなと思うんですけど、うん、すぐに冷やさなかった時のリカバリ方法とかあったりしますか、うん、これができちゃった場合ってことです。そうです、アイスティーとか濁ったら少しお湯入れたらその濁りがね、うん、取れたりするので、これもいけるかなってやってみたんですけど、あんまり効力ないのかもしれないんですけど、この状態で飲みにくいので、うん、お湯足して伸ばしてあげて、あとは牛乳ですね、牛乳とガムシロップで、でも合うと思います、うん、苦いから。そうです、じゃあもし視聴者の方で知ってる方がいたらぜひコメント欄に、ね、そうですね、書いてほしい、リカバリー案があればコメント欄にぜひお願いします。
今回は急冷式でアイスコーヒーを入れる時の NG コード3選をご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。急冷式、氷を先に入れて抽出する、うん、大事なのは氷をたくさん使 う、ね、しっかり冷やす、香りの質とか量とか後味とか苦味の質とかが全然違うので、違いましたね。正しい急冷式でぜひ皆さんアイスコーヒーを楽しんでいただきたいなと思います。以前の動画でも NG コードシリーズですね、たくさん公開してますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。以上 UCC コーヒーアカデミーでした。コーヒーに関する疑問がありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。